コールド封じ案マークアップランゲージは、アドビシステムズのコールド封じ案で使われているマークアップ言語である。他にも、ブルードラガン、コーラルウェーブビルダー、イグナイト封じ案、ナイロなどで使われている。タグを使っている点、形式にこだわらない点、マークアップ内にスクリプトを組み込める点などが、HTML に類似している。中核部に含まれるタグの名前には常に、 CF が前置され、その後にユニークな識別文字列が続く。CFML で書かれたカスタムタグには CF が前置されるが、他にも呼び出し方が存在する。手続き的な関数は CFS クリプトを通して利用可能である。CFML は一般に動的プログラミング言語とみなされている。しかし、各種タグで入力パラメータの型チェックが可能である。 型チェックが使われているか否かに関わらず実行時に失敗が発生するのだが、これが良い方式かどうかについては異論もある。CFML は大文字と小文字を区別しない。CFML では C のマップコンテナのようなデータ構造を多用する。キーは常に文字列だが、値の型は特に指定されない。値はドット記法でアクセスされることが多いが、 CFML の実装によっては、手続き的関数からアクセスできたり、一種のオブジェクトのように扱って、ゲットメソッドで値を取り出す形式もある。最近の CFML 実装では、コンポーネントとしてオブジェクトをサポートしている。コンポーネント定義はファイル内にあり、CF コンナントタグで囲まれている。コンポーネント間のメッセージパッシングもドット記法で行われる。これは、 Java などのオブジェクト思考言語と似た記法である。メソッド呼び出しのッコを省略すると、コールド風事案ではその関数を値オブジェクトのマップとみなす。これにより、メソッドが一種の第一級オブジェクトとして扱われる。CFML は形式にこだわらない。タグに本体がないのが普通である場合、文法的にもそのタグを閉じる必要がない。例えば、CFSZValue イコール Hello。 と書いても cfz value equal hello と書いても正しい。どちらを使うべきかという議論もよく発生する。cfml はカスタムタグという形で言語の拡張が可能である。カスタムタグはタグとして呼び出される通常ファイルであるが、テンプレートをカスタムタグ及び通常のテンプレートとして扱うことも可能である。 テンプレートがカスタムタグとして呼び出された場合、そのタグを呼び出すのに使われた属性が特殊なデータ構造をアトラビューツに格納され、呼び出したページにある変数は、コラー構造体を通して、それにアクセスできる。例えば、二つの属性を取り、それらを加算する、アドタグを書くとき、アド、CFM ページは次のようになる。c f、Z、c s コライコールアトラビュツ、ファースト、 アトラビューツ、セカンド。このタグは次のように呼び出される。CF、スムファーストイコール1、セカンドイコール2。この時、テンプレートとタグは同じディレクトリにあるものとする。ありがとうございます。